ゆっくりってうまくキャッチでき、皆さんこんにちは、ワイオノです。さあこれはなんだ、 UFO クレーン再来。はい、全部でね6種類となっています。さあどんな種類があるのかな。全部で6種類、レベル1と書いてますね。UFO と牛、定番の組み合わせですね。UFO と宇宙人 A、 なんとこれまたねレトロな宇宙人ですね。そして、UFO と宇宙人 B、 あこれはシルバーのね宇宙人ですね。そして、キャッチとロボット、宇宙人からロボットになりましたね。そしてこちら、キャッチとプレゼントボックス。さあそして難易度マックスと書いてますけれども、キャッチとクマと、こちら全部でね6種類のアイテムがあります。で難易度が書いてますけれども、こちらどうやるのかな、フィギュアを狙ってゆっくり下ろす、フィギュアに当たるとアームが開く、本当に、そしてキャッチと、おこれは実際に UFO クレーンのようにキャッチングして遊べるということでしょうか。おこれは楽しみだな、うまくつかめるかな。はい、さあ袋からね出してみましょう。今回出てきたのはこちらですね、宇宙人 A ですね。はい、タコみたいなとてもレトロ感のある宇宙人のね姿ですね。実際にこんな宇宙人いるんでしょうかね。はい、ということでこちら宇宙人 A、 そしてこちらがね UFO クレーンですね。これが掴めるようになる。このクレーンのアームの部分が、あ、開く、そしてボールチェーンがついてます。キーホルダーとしてもね、使えますね。ちょっとここがどうなってるんだ、説明書を見てみましょうか。フギアをゆっくり下ろし、ゆっくり下ろして、フィギュアに当たるとアームが開く。そしてキャッチ。おお、フィギュアに当たるとアームが開くわけですね。よし、やってみよう。さあ、ではね、フィギュアを置いて、この UFO クレーンが、フィギュアに当たると開いてキャッチできるのか。やってみましょう。ゆっくり下ろしていくぞ。ディーンって下ろしていって、当たって、お、開いた。開いたぞ。そしてキャッチできた、キャッチできました。落ちた。さあさあさあ、もう一回いってみましょう。はい、ゆっくりいきます。ゆっくりね、ゆっくりってうまくキャッチできて、カメラに近づけたい。よし、傾けると落ちちゃうんでね。はい、こんな感じでしっかりキャッチできました。ということで今回は UFO クレーン再来ご紹介しました。